ちょっと今読み上げがうまくできてなくて ちょっとお待ちを。読み上げ ログインし直して、ちょっと待ってください。コメントしとく。出ないなぁ。じゃあ、ライブ番号指定で、あ、違う、こうか。あれ？じゃあ、LV 指定で、16126204871。あ、来た来た。ああ、繋がった。お待たせしました。晩ご飯の感想は言えない。多分あれ、地元の方向けだけに、提供したいっていうような店なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その話は後で。そう思いましていらっしゃいませ。今日は、測ってないんですけど、70キロ行ってないぐらいじゃないですかね。ということで、よっと。とりあえず民宿にいます。こんばんは。あと、あ、そうだ、オートフォーカスオンにしとこう。いらっしゃいませ。旅行者、観光客を押しかけたりするのは避けたいんでしょうね。惜しかったんだけどな。ガラステーブル、そうそう。大学生が一人暮らししてる部屋にありがちなっていう私のイメージの。あとですね、ここは素泊まりなんですけど、この民宿はお母さん、おばあさんってことじゃないですけど、お母さんが出迎えてくれて、夕方頃、そのフロアに入る前頃なんですけど、オリーブの塩漬けらしいです。好みがあると思うけどって言われました。オリーブです。小豆島に来て初めてオリーブネタですよ。9年前に来た時もオリーブネタ食べてないし、ようやくです。じゃあ、とりあえず飲みますね。美味しいのか、どうか食べてみないと。ちょっと夕方からこの、ずっと今暖房効かしてる部屋に放置してたんで、乾いちゃってますね、少し。そういう点では良くないかもしれない。まあじゃあ、とりあえず、また例によって、アルコール度低いやつ買ってきましたんで、アップルヌーボーって書いてあります。乾杯。晩酌は単に放送のための場つなぎですね。ああ、なんかリンゴフレーバー入ってる入ってる。果汁2.5%です。ふう、じゃあオリーブ食べてみますね。コメントを重いっていうのはなかなか流れないってことですかね。コメント入力ってやってもなかなか投稿されないっていう。3%も。ああ、でもアルコール分4%なんですよ。ほら。怪しげな民宿はですね、実は古いツーリングマップとかに載ってるほどあそこ古いとこだったみたいですよ。なんですけど、最近なくなっちゃったみたいですね。じゃあオリーブいただきます。あ、ちなみに声割れてないですか？ちょっとボリューム大きすぎるようにも見える。年末は発表ってのは、私が年末どこに行くかって話だったら、沖縄かなと思うんですけど、大丈夫ですかね？ありがとうございます。人生が割れてるとは何のことか。ピント合わないですね。ほら、ほら。ん？音でかいですかね？じゃあ、ちょっと話しとこうかな。大丈夫ですかね？ よいしょ。手をこうやってやれば、自転車旅行は、高松駅周辺からですね。まあいいや、いただきます。オリーブってこんな味なんですかね。へえ。美味しい。
ちょっと、割とご飯と食べたい感じの塩漬けですね。こんな感じの味なのか。オリーブってなんか、今回いい旅か。今日のイベントはちょっと少なかったですかね。でも美味しい店とかも結構行けたんで、なかなかいいかもしれない。うん。オイリー、そんなにオイリーじゃないんですよ。意外と美味しい。意外とって言い方もあれだけど、美味しいな。うん。アイスはですね、美味しかったんですけど。写真禁止とは書いてあった、写真をネットとかに上げないでくださいと言われたんですけど、深読みするに多分その、例えば口頭でこの、詳しく説明したりしても、なんか、向こうの意図に沿わないことになるんじゃないかなとか思うんですけど、まあとりあえず美味しかったんですよ。で、あそこ、あれで、あのタイミングで食べられたのはかなり良かったんですけど、ということぐらいしか言えないかな。まあ、行ってみてください。いいんじゃない。いい、まあ、宿泊変わって、宿泊代か。あと、今日セブンイレブンでこの、氷結とか買い出してきたんで、ついでに、あ、これは、多分ティッシュいるな。明日のご予定はですね、寒華渓登ろうかと思ってます。寒華渓という最大標高 800m ぐらいのところ。はい、この時間にこれです。血中コレステロールが高いとか言われてんのに。宣伝費、うん、何の宣伝費だっけ。まあ、さて、なんかそういうネタありましたっけ。地元の人が地元のためにやってるんじゃないかと思うんですけどね。冷えてるとあんまりよく美味しさが半減する感じがするな。電子レンジで温めてもいいって言われたんですけど、宿のお母さん呼んで温めてもらわなきゃいけないんで、タイミング合わせて今の時間に呼び出すのもどうかなと思ったんで、そのまま食べてます。まあでも、うん、噛んでるとうまいかな。実は春巻きも買ったんですけど、それ先に食っちゃいました。うん、お母さんなのに、ニワトリみたいな。アメリカン、うん、アメリカンドッグも考えたんですけどね、あっちの方がまだ油とか低かったかな。まあでも一緒ですよね。うん、布団の中で太陽では温めるっていうのも考えたんですけどね。よっと、ほら、実は今日ここについて風呂入った後にしばらく寝てました。十分寝てたはずなんだけど、やっぱり1日走ったら眠かったですね。うん、あ、こたつはないですね。うん、うん、あ、グリーンソーセージ、練り物系ですね。うん、暖房入れてます今。今日はどこ行ったの。小豆島を北側の方ぐるっと回ってきて、丸まり周はしなかったんですけど、タイヤは硬い、冬場は消耗が激しい。今日はそんなに天候は良かったんですけどね、意外と、あ、でも疲れてるってほどでもないかな。どんな格好。香川県の山越しは、山越しって山越しってちょっとした山の上にあるやつですかね。あそこ行きましたよ。見晴らしいけど、なんか石切り場ばっかりでしたね、北川。あんな感じだとは思わなかった。山越えと、あと近くってことでもないから、山内も有名ですよね。有給は、明日はもう予定が入ってるんで、仕事の方で。
うん。まあ、十分今あったかいんで、これでもいいかなと思って。あ、で、あとはなんか夜放送でやることあったっけ？結局エリエス層はどうだったの？エリエス層はですね、今やってないみたいですよ。あの宿としては。高松飛行場のそばです。ん？どれの話？夜景中継、夜景はですね、あ、夜景か。ここもしかしたらいけるかもしれない。ちょっと、ん？ああ、ティッシュした。押し入れはですね、ん？うどんの山越え、あ、違う店ですか？山越え。私行った山越えってなんかあの、標高の10メートルか20メートルぐらいの山の上にあったんですけど。うん。どれどれ。彗星は砕け散りました。恒例のコーヒーメーカー破壊はここいくらですか？ここは素泊まり4000円でした。ん？何水だと思って。これなんか下どうなってるんですかね。なんでこの上だけなんだ。これ頑丈なのかな。なるほど。あ、意外と丈夫。ミシッとも何とも言わない。いや、言ったらやばいんだけど。今回は明日で終わりで3日間です。つ。よいしょ。という押し入れネタは定番ですね。だって他に部屋の中でやることないから北斗星の、ああ、互い違いに今日は何を、多分ライダーハウスに私 iPhone バンパー忘れてきた。私この iPhone ですね、今この後ろにポケット貼り付ける、シールで貼り付けるタイプのやつ今使ってて、ここにあのスイカ入れてるんですけど、これだけだと旅行中不安なんで、周りにあのバンパーつけてたんですよ。そのバンパー多分ライダーハウスに忘れてきた。まあ1000円ぐらいのもんだからいいんですけどね。クレカ、あ、そうそう、これクレジットカード付きですよ。もうこれであの飛行機のあのチェックインとかもできます。バンパー、まあまた標高600メートル登って取りに行くのもきついし、かっこないで。どうだろうな、そこまでやってくれるかな。なんか私あのライダーハウスの悪口ばっかり言ってるような気がすんな。あそこ面白いとこなんですけどね。池に落とす SD カード、池に落とすところはこの間動画で公開しました。バンパーの話だけで、ああ言われそうな気がする。うん、オリーブ落ちた。うん、残り時間があるうちに、多分ですね、ここ、あの、地理的に、ちょっと今読み上げ切れちゃうんですけど、冬休み。現在地表示して、場所がですね、あの、こういう、ピント合うかな。今、この青い丸が書いてあるとこで、ここから北側の方に今、あの海岸見ると北側の方見ることになるんですよ。で、そっちの方は市街地があるんで、草壁港とか。だから海の向こうにあの、明かりが見える状態なんですよ。さっき夕方通ってきた時そんな感じでした。ちょっと読み上げ戻して。なのでちょっと今、外見られたら、なかなかな景色が見られるんじゃないかなと思うんですけど、でもわからんかな。充電のコーナー。風呂入りました。結構大きめの風呂
だったかな。まあ2人は入れないけど、まあどこら辺か例えてかな。うん、オリーブのですね、塩漬けです。オリーブって塩漬けしただけでこんな味になるんですね。割となんていうか、ピスタチオじゃなくて、塩漬けオリーブです。この宿でちょっとさっきもらった。なんかちょうど漬け上がったみたいで、お母さんが大量の塩漬けオリーブ、運んでましたけどね。どこさ。まあいいや。小豆島、香川県です。オリーブの炊き込みご飯、どうなるんですかね。油とか出るのかな。ご主人は見てなくて、奥さんしか見てないですね。かわかい。まあこれもあるし、あと今日走ってきて少し寒いところもあったから、割とですね、風呂入った後顔が赤かったんですよ。うどんは、明日も入った。ありがとうございます。少しどうかな。うどんはですね、今日食ったうどん本当美味しかった。明日は走るの？ロボさん酔ってる？唐揚げ棒食べたいから。いやいや、ちょっぴり酔ってる感じ。 W 目指し。決まった。メディア交換した、交換したばっかりだった。ちょっと待ってください。ちょうど島のさぬきうどんです。山田うどんより、山田うどんの悪口言うつもりはないけど、今日食ったうどんはですね、過去に食った中で1番か2番ぐらいですよ。本当に扉開けっぱなしだと危ないよ。なまるよりないのか。あずきうどんとか。あ、これか。頭角にぶつけて頭血出そうですね。そりゃすごいわ。よいしょ。男子生徒に手を出して懲戒免職の教師みたい。男子生徒に手を出すって言うと、女性教師がか。麺がうまいんですよ。放送しながらやったんですけどね。たどり着くのに結構かかるかな、これは。スケさんうどんより美味しいの？スケさんうどんって何ですかね。感動するほどの麺類は食べたことがないです。感動。マイク持たなくても聞こえる。まあ、さぬき。聞こえる。さぬきうどんなんですけどね。製麺所。もちっとしてるのかね。もちっと、ですね。もちっとしてるのもあるかな。明日寄れるようなら、三太郎を行ってみてください。三太郎ってとこですかね。やっと見つけた。お待たせしました。これがですね、うまかったですよ。梅そぼろって言って、これなんか生肉が入った赤い色じゃなくて、肉そぼろに梅が混ぜてあるんですけどね。で、このうどんがめちゃくちゃうまかった。ちょっとうどんも拡大しようかな。こんな感じ。スケさんうどん、あれ知らないですね。福岡ですか。よっと。いや、ぶっかけのつゆこの後かけました。このうどん美味しかったな、本当に。明日実はですね、寒霞渓行って下ってきた後に、営業時間の14時までに間に合えばまた食いに行こうと思ってます。との証拠。あとは見せるものはないか。伊藤製作所。北九州。そう、北九州文化よく知らないんですよね。博多というか、私、古賀町だったんですけど、古賀市か、今は。あのうどんの味が、明日食えるんだったらぜひ食いたいんですよ、本当に。うまかったですよ、本当に。麺の味自体も良かったと思うんですけどね。さぬきの光だっけ、さぬきの夢だっけ。明日確か水曜定休ですよ。明日どうしようかな。あったかいもん食べるか、まあいければですけどね。あとは明日の滞在時間、うどん食えるタイミングで行こうとすると、
友商工にも14時台とかについてますね。なので岡山、そっから岡山に渡って、で、もうバスでそのまま輪行移動して、お、傾いてる。だから夜8時とかに新横浜に着くぐらいになるかもしれないですけど、まあ、間に合えばの話です。博多のうどんこしないですよね。うどん土産買ってないです。自炊あまりしてないんで。何時から？7時半か8時から走りたいとこですね。で、寒霞渓が登るのが、まあ3、4時間、4時間かかるかな。ああ、考えてないですね。珍しく飲み切った。いや、ロープウェイ乗らずに登るつもりではあるんですけどね。こっちから登れば 18% とかひどい勾配じゃないので。ああ、珍しく氷結飲み干しましたよ。いつもこれ放送終わって半分ぐらい余ってると、あとはもう、翌朝まで飲まずに結局捨てちゃうことが多いんですけどね。あ、小笠原行きたいな。小笠原って言ったら確か今ホラフキーさん行ってなかったっけ。ハワイ一周ツーリング。ハワイって言うとなんとなくセンチュリーライドのイメージですね。ああ、少し暖かくなってきた。これだったら外出られるかな。今、放送時間的には残り、あ、割と時間ないですね。じゃあ外出てみよう。氷結リンゴはまあジュースとして美味しかったですね。外行きましょう。行ってみますか。年末はまた沖縄の離島、夢の島一周とかしないですか。沖縄離島がまあどっかあったかな。久米島とかあるか。寒いから厚着してね。ゲップ。そう、厚着して。何しに行くの？夜景が見れる。夜景、対岸の景色が見れるんじゃないかと思うんですよ。わらわら。対岸で海の向こうで、やってるやないか。街の光が見えるんじゃないかと。星。やった。まあこれ着込んでもこうなんですけどね。石垣島とかどう？氷結。石垣島ですね、あれ、交通が大変なんですよ。JAL の特割とかはもうあの時期なくて。石垣島も含め行きたいんですけどね。ロボさん体重は何キロ？体重今、最近測ってないです。65キロよりも今上がってるだろうな。70は行ってないと思うけど。あ、富山市も行ってないですね。あと屋久島も行ってないんですよ。小島って寒い？小島？どこでしょう？八丈島で。八丈島か、コタハイ持って。海パン履いた。安島の名物って何ですかね。五島かいいね。五島列島。名物、あ、名物よく聞かれるな。なんで。明日は仕事なので放送見れないよ。明日、あ。サッカーの岡田監督、あ、それも言われますね。さて、じゃあ出てみるか。玄関開いてるかな。あと電波ちょっと悪くなるかも。よっと。長崎、ああ、そっか、長崎か。それもあるな。おかちやん、ちやん。これ私の SPD シューズ。自分だけ。どこになった？あ、宮崎か。窓からじゃないんだ。窓からじゃなくて、外に実際出てみます。ちょっと実際。ああ、今日もすごい、星が出てる。ていうか、酔ってる。うわ。照らされた。宮崎はあんまり星出ないんですよね。で、こっち側に門があるんだけど、見えないですね、皆さんには。仕事、今日は休み取ってます。あ、今日じゃない、明日か。明日休み取ってます。認可、ああ、割と。ほらよい。あんまり明るくしすぎてもあれかな。うん。でも、あ、消えた。足元見えねえ。あ、着いた。ですね。海がどっち側だ？あれ？どっちだ？あ、こっちか。こっち側から行けばいいか。ちょっとお待ちください。あ、ちなみにここに屋根の下自転車置いてます。あ、こっちだ。
見えない、足元見えない。この iPhone のコメントビューアーの画面、白い画面を使って、ここだ。あまり見えないですね。白黒、そう、色が消えるんですよ、あのこういう強調の仕方すると。で、ああ対岸見えないですね、ここからだと。湾の中だ。そう、あのこれ近くのホテルです。海に面して左の方見てますね、今は。で、ここからこうパンしていくと、ああ見えないな、対岸の街の明かりが。すぐ手前のところに工場とか、あの堤防があるみたいですね。そっちになんか工場っぽい建物が見えます、かすかに。残念。ああ見えなかったですね。まあとりあえず、あの海があるってのはこれでわかりますかね、水があることは。そう、あのこういう強調すると再度なくなるんですよ。さて、足元、うわうわ、早速あのロープっぽいのにつまずいた。びっくりした。やっと大丈夫、大丈夫。とても綺麗な横浜、やっと。なんすかこの親切な大仁くんって。やっぱり割と悪いかも。我が香川、我が香川観光推進協議会、戻りました。おお、タイ。さて、あこいつオリーブですね、多分。まあいいや。さて、じゃあ部屋戻りますか。ちなみに今日、あのそうそう、今日泊まりは私一人です。まあ日曜夜だとそうだよな。副知事が俳優、香川県ですか。学生用っぽい。ふう、ゆるキャラリアがって。あ、あと充電はですね、まだ本気出してないです。うん、そう、香川県です。岡山の方じゃないんですよ。そう、貸し切りです。あと向こうに干してます。洗濯機はなんか今使えなくなってるらしいので、あのもう干すだけにしてます。下着は着替えてるんですけどね、下着は着替えてるけど、あのジャージとかは3日間着っぱなしです。まあ匂ってみたところ私自身ではわからないぐらいだった。手洗い、あ一応グローブだけ洗いました、風呂で。今洗濯機使えないんで、とりあえずお風呂で洗ってもらうことはできますけどと言われて。まあ使ぜそうです、ここは。あと1分ですね。他人にわかるかな、どうだろう。じゃあそういうことで、よっと、地震ですか、どこだろう。ふう、明日はまあ7時半か8時ぐらいに出発したいところです。じゃあ明日の朝ごはんなどを移しながら、私パンの中で結構好きなお好み焼きパンとか、ベーコンレタストマトサンドとか、なんか白いですね。じゃあおやすみなさい。私の朝、明日これ食べてから出発します。カロリー高い、お好み焼きパンカロリー高いんですかね。おお、287キロカロリー、さすが菓子パン。じゃあお疲れ様でした。明日は寒霞渓に登るつもりです。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。おやすみなさい。今日早く寝ます。